で、もう本当に吉田さんの機嫌次第では結構不達成にされる可能性あるので、本当にみんな祈るような気持ちで。わかりました、はい。結構吉田さんの機嫌で変わるんですか。数とかそういう問題じゃないですよ。俺の気持ちじゃない。なんでやねん。いや、こんだけ集まっていただいたんですよ。で、世界一。はが達成か不達成かっていうのを吉田さんが世界一って言って発表されますので、で達成だった場合は皆さん一気にもう大喜び、はいはいはい、不達成だったらもう成り行きでがっかりする、はい、そんなバージョンあるんですか。ありますよ。あ、いやあります。そうなんですか、はい、そうだった場合それが録画されてますから流れてしまいますから、いやそこは本当に不達成は不達成バージョンとしても流れますんで。あ、そう、祈りましょうこれは。いや、それはもうね、ぜひとも、はい、皆さんの頑張りですよそれは、はい、不達成の時あの赤ちゃんものすごい役に立つんちゃうんですよ。泣いとったらいいんですよ。いや泣いてるシーンいらないです。泣いてるシーンいらないですちゃんと泣き合いました。あ、泣き合いましたね。泣き合いました。で、襟は、はい、ちょっと時間がかかるかもしれないんですけど、はい、時間かかってもいいんでしっかり立てて、最後までね、いただければ。一発で上がらんかった。後ろまで上げれば多分立つと思いますんで。ちょっと後ろ目持った方がいいってことですよね。もう、襟を。最初から、はい、最初はバッとやっても、後でこう、ちょっと直しても大丈夫です。ちょっと調節して、はい。とりあえず上げてから直していくということ、はいはい。とりあえず襟立てちゃうよでみんな合わせてやってもらえれば、はいはい。さっきみたいに一回バッとやった方が、はい、綺麗ですよね、はい。そうですね、綺麗ですね。なるほど。で、止まってなくて大丈夫なんですか。大丈夫です。柔らかいあれでも、ある程度立ってれば、大丈夫ですんで。はい、襟立てちゃうような後、ずっと襟持っておいた方がいいんですよね、ずっと。いや、立ってる人は、持ってなくても、はい。あ、もう持ってなくても、手は下げていい。状態で、はい。襟だけが立ってる状態だと。なるほど。はい。なるほど。持ってないと、はい。倒れちゃう人に関しては、まあちょっとある程度手でフォローしておいてもらっても大丈夫なんですけど。なるほど。よろしくお願いします。はい。でも皆さん、すごい、揃ってたので、ね、はい。よかったです。よかったです。じゃあこの調子で本番も終わったらと思います。はい、じゃあこういう本番は来週です。今やなんでこんなにまた集まるんですか。1週間前リハですかこれ。あんまりないですよ。いや今です。もうこんな本番さながらのリハせなあかんないです。今から始めますんで。じゃあ間もなく、はい、はいはい、よろしくお願いします。お願いします、はい、では早速ギネス公認の方をお呼びいたしましょうか、はい、では行きましょう。ギネス公認定員のショーン・カリンさんです。どうぞ。どうぞどうぞ、真ん中の方に。いや、ギネスから来られた丸出しでしょ。すごいね。ほんまにそのギネスの方なんですか。そう、こういうコントのなんか雰囲気もんでチョキされたっちゃいますよ。そうなんだ。 Hi everyone, my name is Sean Canin. I'm from Guinness World Records. 皆さんこんにちは、ショーン・カニンと申します。ギネスですから、はいはい、イギリスの方とかでもやらなあかんの。英語はもうペラペラですから。日本の方じゃないですよね。あ、ハーフです。あ、ハーフ。どことどこのハーフなんですか。ちょっとええやろ別にそれは。オーストラリアと日本です。あ、オーストラリアと日本。なるほど。いやだから、はい、本物の厳正な目で見られますから、はいはいはい、集中してやりましょうねみんなね。あ、そうなんだ、はい、もう一応なんか どういうところを注意して見られるんですか。ちゃんと皆さん襟を立てることを、はい、私見てるので頑張ってください、はい。なるほど。もう襟さえ立てたらいいと。だからショーンさんが見てないところで襟は下がってても大丈夫ってことですか。それはダメです。ダメですか。もうちゃんと基地みんなみんな立てて。なるほど、わかりました。もうというわけできっちりとショーンさんが見ていただけるということでございます。はい、ではもう早速ですけども挑戦参りますか。監督いよう。いきますか。というわけでございまして、ではそれでは早速いきましょう。ギネスに挑戦です。皆さんよろしくお願いします。頑張りましょう。ではですね、後ろのあのプレスの方、よかったらあちらの方に移動してください。今日は皆さんお客さんのところに行ってもらいます。あ、小杉さん真ん中で僕も行かせてもらいます。頑張ります。僕はどこでしょう。あ、ここ頑張ります。頑張りましょう。
なんか僕だけなんかほんまアルプススタンドの応援団みたいになってますけど大丈夫です。山田やら上におんねん。僕だけちょっと走すぎません？いやいいんですよ。話ここいいんですか？はい。いやほんで帽子取ってくださいね。はい。帽子。はい。よし。はい。今ほんのりメガネの人を数えたら25人おられました。何数えるんですか？いらんもん数えんでええねん。いやもっとおるでしょ。もっといますよ。意外ここ結構いてますよ。25です。25でした。ほんまですか？あ結構甘めですわ。これぐらいのレベルの観測技術しかないですけど。なるほど。緊張しますね。できるかな。立ってて座るんですか？小杉さんはどうなんでしょうか？小杉さんは座るんですか？全員立ってください。全員立ちで。あ、全員立ちで。そうですね、ちっちゃい子映らないですね。あ、そこ小杉君の右後ろにそっくりな方おられるんですけども、ややこしくないですか？大丈夫です。いらんこと言ったんで大丈夫。大丈夫。ややこしい。なんで握手した？なんで握手してるんですか？握手いらない。握手。さあ、思い出作りいきましょう。じゃあもう一度だけ最後に皆さん立った状態で練習してもいいでしょうか？ちょっと練習しましょう。一度だけ。はい。みんなが立ったらカウントしてください。カチャカ。もう数え始めます。ある程度数えたらもうやめてもらって。じゃあ皆さんちょっと練習しましょう。もう一度。あれで。大丈夫かな。大丈夫でしょうか？皆さんじゃあ本番さながらのつもりで、じゃあ皆さん手は下ろしておいてくださいね。まずじゃあ吉田さんの方を見てましょう。皆さん吉田さんに注目してください。